下地駅は愛知県豊橋市横須賀町跡地にある東海旅客鉄道飯田線の駅である。駅番号は CD02。豊橋駅と辰野駅を結ぶ飯田線の中間駅の一つである。普通列車でもこの駅を通過するものがある。豊橋駅と旧平井信号場までの区間を名古屋鉄道名古屋本線と共有しているが、名鉄の列車はいずれも停車しない。 1925年、豊川鉄道の手によって開業した。1943年の国有化を経て、1987年の国鉄分割民営化により、JR 東海の経営に移って、現在に至っている。IC 乗車券サービスの対応駅の一つであり、とかや、相互利用が可能なその他、IC カードの利用が可能である。下地駅を開設した豊川鉄道は、 現在の JR 飯田線南部にあたる豊橋、大会館を運営していた施設である。同鉄道線は1897年に豊橋から豊川まで開通するが、その際、現下地駅が所在する当時の鹿菅村に駅は開設されなかった。下地駅が新設されたのはそれから20年以上を経た1925年12月である。開設当初の名称は、 下地手流場であった。1943年8月、豊川鉄道線は、買収、国有化され、国有鉄道飯田線が成立する。これに伴って、下地手流場は、国有鉄道の、下地駅となった。開業時から、貨物営業を行っておらず、国有化後も、貨物、荷物の取扱いが開始されることのないまま、1987年4月の、 国鉄分割民営化を迎えて JR 東海に継承された。森土城にあり、片側にのみ線路が接する単式ホームを二つの単式ホームが背中合わせで配置されて、島式ホームに類似する形状の二面二線の駅となっている。変則的な形状であるのは、東海道本線上下線と飯田線下り線が使用する豊川橋梁の掛け替え、移設に伴って、 ホームも改修されたためである。ホーム番線は西側が1番線、東側が2番線である。2本のホームに挟まれた場所に駅舎が設置されている。無人駅であり、管理駅である、豊川駅の管理下に置かれている。かつては有人駅であったが、1969年の業務委託化を経て、1985年から無人駅となっている。 下地駅を挟む飯田線豊橋、豊川間では、日中普通列車は1時間あたり上下各3から4本、設定されているが、下地駅と隣の船町駅に停車するのは、そのうち上下各2本程度である。停車するのは、豊橋、豊川間の区間運転列車は中心。快速列車と、特急、稲路は通過。愛知県統計年間及び、 豊橋市統計書によれば、1950年度から2019年度までの1日平均の乗車人員は、下の表の通りに推移している。1950年度の乗車人員は1日平均305人で300人を超えていたが、1952年度以降は300人を割っていた。1962年度からは再び300人を超え、 その後増加し続けて1970.71年度には1日、平均718人を記録する。しかし、これを頂点に以降減少に転じ、1986年度には、再び300人を割り込み1日平均231人となった。次年度から増加に転じて1990年度に300人を超えるがこれを最後に300人を超えることなく推移し、 1999年度には1日平均262人となった。2011年度には100人台に落ち込んでいる。ありがとうございます。